急にガボガボ行って振らずに火が飛ばなくなってそのまま失火すると。キックをかけてもこれが発電、これで発電、これがレギュレーター、電気がぐる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 ってドカーンと AC、 これ DC だからもうボディアスでしょ。でこの3番がコンデンサー、このコンデンサーの入るときに測ると 2V しかないと。でこのコンデンサーの回すると 12V、 まあそれはこいつのおかげだよね。これはまあスイッチでしょ。この 12V がぐーっと入っていくと。これ CDI、 まあこれはね YP、 これはホイール、飛んでる。 YPVS もどうやらちゃんと動いてるっぽい。電気自体が落ちてる、電源自体がもうそもそもつかない。これはサイドスタンド。サイドスタンドはもうキャンセルかけて、まあ、サイドスタンドキャンセルした時点でニュートラルが、ここの相関関係はなくなるから、この系統は考えなくていいと。こちらは、ここ、この先、で、ここもやっぱ電気つかなくなるから、こっち以外ライトとか、ウィンカーとか、もう完全に、ここなんだよね。ここ、ここら辺、ここら辺。これは2つ持ってて、これ予備と2つあって、両方ともちゃんと稼働してると。だから1時間以上ずっと走り続けると、いきなり落ちるっていうのはやっぱり熱、考えられるのはやっぱこの ACG、いわゆる発電のコイルがもうダメ。レギュレーターも4つ持ってて、4つとも全部壊れてんのかって話だからね。新品買ってもね、新品1万円ぐらいするからね。ここもう一回ちょっと分解しないとダメだな。
いや、結局は原因不明。原因不明ですね。これがコンデンサー。これがコンデンサーのカプラー。で、こっから、
電圧をチェックすると、ここに電圧の棒を挿してコンデンサーカプラーを抜いて、これメインハーネスのここで 12V が出てないといけないらしい。でキックをかけて、コンデンサーのカプラーを抜くと、はい、というわけでね、ちょっとひとっ走りしたんですけども、正直原因はねよくわかりません。まあ、ここでね発電して、まあだいたい発電量が30-40は発電してる感じなんですよね。ここにあるレギュレーター、いわゆるプラスマイナスの DC 電源にして車体に 12V 張り巡らせると。一回発生した 12V っていうのは CDI というところに入って、それは点火タイミングとか、ここにあるピックアップコイルから点火タイミングのデータが来てプラグに火を飛ばすと。プラグ自体は元気に火が出ていると。なのでエンジン自体は普通にかかってしまう状態ですが、それ以外のいわゆるウインカーライトとかに 12V 電源がいってない、 4V、5V ぐらいしかいってないと。しかしその先にコンデンサーという電池、いわゆるバッテリーみたいなものがあって 12V を貯めてると。その 12V でウインカーとかライトとかは発電してると。まあ、ただ必ずこれ 12V を維持してないといけないかっていうと、正直、まあ、バッテリーもないしね、 12V 以上常に維持してなきゃいけないかっていうわけでもない。ただ ETC に関してはある程度電圧がないと変なエラーが起きてしまうので、まあ、問題はある種そこだけ、じゃあそこだけだから、まあエンジン自体はとりあえずは走るからいいかなと。で、今まで起きてたのはおそらく、まあここも実際前のコイルが弱ってたのと、レギュレーター自体が弱ってた、そのダブルパンチがさらに熱だれ、熱を持ってさらにその2つが弱くなって火が飛ばなくなったんじゃないかと、という予想でございます。まあ、とりあえずねしばらく走ってみて、また同じような症状があるかないか様子を見ながら走りたいと思います。